はい、どうもサノッチでございます。本日はですね、大阪府大阪市は西淀川区、塚本駅周辺に来ております。そして私ですね、今回何かと言いますと、イスラエル料理をね堪能しようかなと、人生初ですね、イスラエル料理。そして お店の方がこちらになります。はい、ファラフェルタイム大阪さんでございます。完全なねイスラエル料理のお店でございます。こちらの方でね、ちょっとイスラエルをね感じてみたいと思います。それでは早速中に行ってみましょう。どうも、名古屋ぐらいからやっていこうかな。ありがとうございます。これはこれがケバブ丼、チキンケバブ丼ですね。はい、うわぁ、きた、うまそう。はっ、ありがとうございます。はい、うわ、なるほど。スタートの方がいいと思う。箸スタートで、わ、はい、かりました。ありがとうございます。じゃあこちらの方ね、いただいていきたいと思います。じゃあすみません、いただきます。いやー、なんだこれは。こちらがこのファラフェルピタ、ひよこ豆のコロッケサンドでございますね。じゃあいただきます。まずこちら、かかってるソースうまっ。なんかちょっとエスニックじゃないけど、なんだろうね。あー、おいしい。うん、はい、こちらはイスラエルの家庭料理かな。ストリートフードやと思う。ストリートフード、はい。あ、じゃあなんか若い人たちが、はい、遊びながら食べるじゃないですか。あの、タクシーの運転手さんとか。あー、なるほど。列をなして。へー、なるほど。そういった食べ物。ちなみにこちらなんですか、これ、はい、こちらはあのホームメイドのピクルスになります。ピクルス、はい、あー、ピクルスがあって、すごくお信仰に近くて、結構日本人好きかもしれない。これもスライドも、これはオリジナルです。あ、これオリジナルで、はい、こちらはオリジナルです、はい、イスラエルにはございませんか。ありがとうございます。はい、でこれが、じゃああれはね、ひよこ豆のコロッケ。結構スパイシーですね。なんか胡椒系の、あとね、やっぱこの豆のあれなのかな、ちょっと独特の甘みというか、うん、多分ハバネロ的なの入ってますね、多分ね。うん、結構な感じ。これどのタイミングでガブッていけるんだろうね、これね。
水入ってますね。お店の方でそのイスラエルのやつを日本人向けにオリジナルで作られてるものもあるそうなんで、女性ならこれ僕今ハーフでいただいたんですけど、まあ普通の人はもうねこの要はパンの生地が丸々で食べるそうです。美味しいな。
すごく合う。こちらの料理は例えば辛みを弱めたりもできるんですか？できます。あ、皆さん辛みもね弱めることもできるんで、あんまり辛いの得意じゃないよっていう方もね全然いけますね。これ僕は今ちょうどいい感じの辛さですよ。まあ汗は出てますけど、温玉とか乗っけたくなっちゃう。野菜の甘みと鶏肉の甘みもね、
様でした。大変ね、いい経験をさせていただきました。初イスラエル料理、しかも大阪のね、大阪の西淀川区、しかも駅の周辺で、またね、詳しい地図などは住所は出しておきますので、ぜひね、来てみてください。それでは皆さん、ごちそうさまでした。じゃあ、バイバイ。